はい、皆さん、こんにちは。亀の子私です。はい、こんにちは。はい、ですね、今日はですね、例のね、プチカマガザンさん、小さいお店なんですけどね、オリジナルアクセサリーとかね、レトロなちょっとおもちゃとかいろいろ扱ってる雑貨のお店なんですけど、そこでですね、ちょっとね、レトロなね、いい感じのね、小物を見つけたんでね、ちょっと買ってきたという紹介をしたいと思います。はい、じゃあ始めます。はい、ですね、これはですね、皆さんもね、もう見たらおなじみのやつなんですけど、自分ちょっとね持ってなかったのと、ちょっとね今これシーズンがちょっとね、これ実は夏の方が合うかなと思うやつなんですけど、ちょっとね来年の夏かね、なんかその時に出せたらいいかなって思って、もう今秋なんでね という形でちょっとシーズンちゃうんですけど、ちょっと買ってきたものを紹介します。はい、じゃーん、ブリキの金魚になります。はい、これね結構ね、いろんなとこで話題になりましたよね。これ昔やと貯蓄貯金魚みたいな感じでね、JA バンクとかがね、なんかイメージキャラクターにしたりとかしてましたけど、はい、ブリキのねこういうおもちゃなんですよね。はい、今ちょっとねこれ動かすと音になったもんですけどね、はい、これね、はい、素敵な音しますよね。はい、もうね見た目もねこれレトロでいいですよね、なんとも。はい、これ後ろねこういう形になってます。はい、もうブリキのおもちゃです。はい、ここのとこがねこういうふうにしっかりこうやってやられてて、でねこれね、なんか店主の方曰くね、まだね2009年現在作られてる方いるみたいなんですよね。いや素敵ですよね。はい、このブリキっていいですよね。なんかブリキっていう単語の響きもね、なんかね、レトロさありますしね。なんか素敵ですよね。はい。で、あとね、こういうのって手にこうやってついたら結構匂いがすごい気になるとかね、特に真鍮とかなんかそういうのとかってすごい匂いがあったりするんですけど、ブリキってあんまりね、これ、口にあんまり含むあれかもですけど、触ってもね、あんまり匂いしないんですよね。それ、自分、すごい好きです。はい、でね結構軽いんですよねこれ。はい、ね、これ可愛いんですよねこれ。はい、何とも言えないこのレトロ的なこの愛くるしさみたいなのがありますよね。はい、夏のシーズンにねこれと風鈴とかね、なんかそういうガラス細工とかとね一緒に置いていくと結構ね清涼感もあったりね、すごい世界観を演出できるかなと思います。でね、この上にねこうやってね、カンガルーさんこうやってね 乗せたりとかね。はい、はい、こうやって一緒にこうやってねいたりとか、そうですよ、はい、アマムスのね、楓ちゃんらと一緒にこうやってね一緒に撮ったとしてもね、これもね結構ね世界観が出ていいかなと思ったりもします。はい、という感じでね、こういうね小物とかもねこういうのにすごいね役に立ったりとかね、すごいこれ子供もね多分来た時に見せたらね多分喜ぶかなって思ったりもします。はい、これもねベストセラーですね、すごいですね はい、ブリキのおもちゃとかもね結構集めてらっしゃる方いるんじゃないかなって思ったりもします。はい、はい、ということでね、これもねそんなに高くなかったですね。はい、何個かあったりもしました。はい、ぜひね、こういうのがね、いろいろひしめき合うように、小さいながらも置いてあるお店なんで、ぜひ気になる方は下の概要欄から飛んでいただいたり、実際、お店に足運んでも、店主の方、面白いんでいいんじゃないかなと思います。はい。ということでね、今回のね、動画が良かったと思う方は、グッドボタンを、はい、そんで、チャンネル登録の方もしていただくと、すごい嬉しく思います。はい、ということでね、今日はね、ちょっとレトロで素敵なブリキの金魚さん、はい、の紹介でした。はい、じゃあね、バイバーイ。はい、ありがとうございました。